私は蒲郡市役所のものになるんですけども、市役所として市内の事業者様と一緒に出店をしております。役割としては市内の事業者様を取りまとめさせていただいて、出店のお申し込みなどをさせていただいておるところになります。出店された事業者様から聞いたお話ですと、実際に商談につながったですとか、あと、商談につながらなくても連絡をするつてが広がったなどと、いい反響を聞いております。反響があった理由としては、実際にバイヤーの方に試食であったりとか、そういったものを体験食べていただいたりとか、あとは実際のその商品を見ながら直接対面でやり取りするところが理由かなと思います。昨年からの課題としては2つちょっと感じてまして、やはりそのブースをいかに目立たせるか、来場された方に注目を浴びるかというところは毎年課題として考えて工夫をしているところになります。もう一つは市役所として出店したときに何かできることはないかというところを考えて今課題として捉えております。まずブースの装飾ですね。昨年度からどういうふうに目立たせるかというところで、背面にいろんな事業者様のポスターを貼ったりとか、名前のプレートですね、ちょっと工夫を凝らしたりとか、一応そういったところは変えてはおります。で、あともう一つ、今回は、市役所としてのスペースは設けてないので、我々が基本、こういう通路とかに立つことができるので、その中で声掛けをしっかりやっていこうということを気をつけております。やはり来場者数が多いというところですね。他の展示会と比較してかなりの方がいらっしゃいますので、そこはすごいメリットとして感じております。実際に逆指名制度をされた事業者様から、こちらから商談を持ちかけるよりも、やはりすごい密度の濃いお話ができたということで伺っております。その来場者数が一番のところで、出展されている事業者様からの話を聞くと、この展示会だけで会うというお客様もたくさんいらっしゃるということでしたので、継続して参加することが大事だなというところを踏まえて出展に踏み切っております。まだ正式に決まっているものではありませんが、できれば出展したいと考えております。来場者数がもっともっと増えてほしいということももちろんですし、あとはまた新しい何か事務局の方からも取り組みがあると面白いなと思いますので、そういったところを期待しております。初めて出店したことで知れたこともたくさんありますので、もし迷っている方はですね、一歩踏み出してみて、ぜひ出店していただきたいと思っております。